はい、こんにちは、レトスノーです。今回は弊社レトスの YouTube チャンネルご覧いただきまして本当にありがとうございます。弊社レトスのことをまだ知らない方のために、レトスがどういった会社なのか、またこのレトスの YouTube チャンネルどんな内容を発信しているのか、これをお伝えできればと思います。まず弊社レトスなんですけれども、 Lead to Success、 合格に導くという文字の頭文字を取ってレトスと名付けております。レトスに関わっていただいたお客様がみんな合格していただけるようにという気持ちを込めて、レトスという名前を付けました。で、コンセプトとしては、短期間で無駄なく無理なく効率的に勉強することで宅建合格に導く、これが弊社レトスのコンセプトになっております。これを実現するためには勉強の仕方がすごく重要になってくるんですね。宅建試験の合格率はおおよそ 15% 前後です。つまり 85% の方が毎年落ちてしまうんですね。この 85% の方々っていうのは、勉強していないから落ちるという方もいるんですけれども、勉強してても落ちる方意外と多くいらっしゃいます。じゃあなんで勉強していて落ちてしまうのか、これは勉強の仕方が悪いからなんですね。宅建に合格するためには、合格するための勉強の仕方を行って、かつそれなりに勉強量をこなす、この2つを実現していかないとなかなか合格するのは難しいです。多くの方が勉強すれば合格できると思っちゃってるんですね。なので予備校通ってる方も、通信講座通ってる方も、独学の方も、皆さん過去問を解けるようにする、これを目的として勉強しちゃってるんです。もちろん過去問を解くっていうことはすごく重要なんですけども、目的を持って解いてないんですね。なので多くの方が過去問を丸暗記しちゃうんです。もちろん過去問5回6回って復習していけば過去問は解けるようになるでしょう。でも過去問が解けるからといって本試験が解けるかって言ったら、これは違います。受験生の多くの方は過去問は解けるんです。解けるように勉強してきます。でも本試験では合格点が取れない、これは勉強の仕方が悪いからなんですね。じゃあどうやって勉強すれば宅建に合格できるのか、これは理解学習です。理解をしながら学習をする、これがすごく重要になってくるんですね。で、理解学習については別途動画ございますので、そちらご覧いただければと思います。動画が探せないというのであれば、直接メールいただければこの動画ご覧くださいというふうにお伝えできますので、概要欄の方からお問い合わせいただければと思います。この理解学習、予備校でもあまりお伝えしているところは多くありません。弊社の受講者さん、大手の予備校だったり大手の通信講座受講していたけれども合格できない、そして弊社レトスの個別指導に受講していただいて、いろいろ質問を受けてます。その質問内容を見ると、理解できていないなって毎回やっぱ思っちゃうんですね。で、これはこのように理解するんですよっていうふうに解説すると、こういった解説初めて聞きました、ああなるほどそういうことだったんですね、あすっきりしました、わかりました、このような返事が非常に多いです。有名な大手の予備校だったり大手の通信講座受講すれば合格できるって勘違いしている方非常に多いですけれども、そうではありません。予備校に通わなくても独学でも理解学習ができれば誰でも合格できます。なのでぜひ理解学習を実践していただければと思います。そして弊社レトスの YouTube チャンネルでは再生リストを作っております。ここに分野ごとの解説ですね、これも無料でアップさせていただいております。また勉強法についての動画も無料でアップさせていただいておりますんで、ぜひですねチャンネル登録していただければと思います。で、さらには毎日3問ですね、過去問の解説も無料で行っております。これは毎朝 YouTube に動画アップさせていただいておりますので、通勤時間だったり空いた時間とかそういったところで勉強したいという方はぜひですねチャンネル登録していただければと思います。チャンネル登録していただいた後にこのベルマーク、こちら押していただくと私が新しい動画アップしたりすると通知が行くようになりますので、すごく便利だと思います。この再生リストの動画集、また毎日の3問の解説、非常に有益な情報なんで、ぜひチャンネル登録していただければと思います。また勉強法でご相談があるというのであれば、この動画の下の概要欄にお問い合わせの URL 貼っておきますので、そちらからお気軽にメールいただければと思います。
理解学習ができれば宅建試験1回で合格できますんで、宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。